アワード1週間前、カカオを愛するプラリューさんです。今日は庭のキノコで作ったチョコレートの試食会です。そこに強力な助っ人が来てくれました。このおひげの人、どなたかわかります？わかったらあなたはかなりのグルメ。正解は三つ星レストラントロワグロの3代目オーナーシェフのミッシェル・トロワグロさんです。プラリューさんとトロワグロさん、実はこの2人幼馴染で今も大の仲良し。Le cœur là pour les arouanes. Pour les subtils. C'est bon, hein? Plariusan, tu te chimpais. Là, tu vois, elle s'est infusée la nuit. C'est bien, on peut. Ine, délicate et sensible la jina. Il y a un tout petit peu de rose aussi. Kiniitta mitai desu. Cette ganache qui est très exceptionnelle. Chocolat et kinoko no kumiyawase wa sugoku.意外性があって面白い。あまり考えつかない組み合わせだから、そのバランスがうまく取れるととても美味しくなると思うよ。彼はチョコレートを味見するし、僕もよく厨房に行って食べたり味見させられてるよ。お互いに味見し合ってるんだ。時には緊張感が走るんだ。オールドカップルと一緒でね、愛し合ってるし憎み合ってるんだ。パリの天才エヴァンさん、アワードが1週間後に迫っています。チョコの上に何かまぶすものが欲しい。味付きでも構いません。もしかしたら面白いかもしれない。とにかくやってみましょう。エヴァンさん、この前は美味しいけど創造性がないと不満でした。そこに運ばれてきたのは炭酸入りの飴。早速味見です。なんか工場長が変。エヴァンさんは？ダメ。まだ出品作が決まりません。同じく1週間前のブルターニュの巨匠アンディ・ルルーさんです。前回リンゴキャラメルと塩チョコの組み合わせで失敗したルルーさん、時折散歩に来るという海岸で新しいチョコレートを思いつきました。岩が重なっている感じからカリカリと噛むチョコのアイディアが浮かんだそうです。アーモンドのカリッとした感じと香り、硬い板チョコ、そしてクレープドンテルのサクサクとした感じ、それにここに座っていると塩の味もするじゃないですか。リンゴの代わりに用意したのはキャラメル化したアーモンド。それに前と同じ塩入りチョコレートを混ぜ合わせます。さらに食感を高めるためクレープドンテルを入れます。
On va d'abord faire un temps.この薄いビスケットタイプのクレープもブルターニュの特産品です。どんな味になるのか楽しみです。いよいよ試食。なんか良さそう。笑顔が見えました。チョコレートの温度は20度から22度に達したら少し溶けるので噛み砕きたくなるね。これは噛むチョコレートだね。その通りです。カリカリとした食感につられて噛みたくなります。何が入っているのかを探りたくなります。塩味わかる？はい。このチョコレートを思いついた海岸の名を取ってゴビロンと名付けました。チョコレートはどんな時に食べてもいいものです。気分が落ち込んでいる時、失恋した時、ちょっと疲れた時、いつ食べてもいいのです。このチョコは喜びのチョコレートです。ジャンポール・エヴァンさんです。アワードはもう翌日です。ピスタチオです。ピスタチオのペーストです。前回作ったヘーゼルナッツ入りのプラリネに混ぜ込むことにしました。ピスタチオを加えると味に深みが増す反面、えぐみも出てくるといいます。そのえぐみを消すため、エヴァンさんはアーモンド入りプラリネの層を重ね2層にすることにしました。試作を何度も繰り返してようやくたどり着いた結論だそうです。なぜチョコレートを作っているのか、それはまずチョコレートの味、チョコレートを食べる快感、それに創造性、良い成果を上げることですね。もちろんチョコを食べる人に快楽と感動を与えることが一番です。私にとって食べる人に感動を与えるのはとても重要で当たり前のことです。2層のプラリネをミルクチョコレートでコーティングします。上から空気を吹きかけ、なるべく薄くかけます。それによって日持ちは悪くなりますが、舌触りが良くなり、口どけ感も良くなるといいます。さすがエヴァンさん。ようやく出来上がりました。試食です。味は良くなりました。個性的になり、風味とバランスが良く、軽やかで調和が取れています。生地もいいし、色もいい。これなら合格ですよ。
名前はサファイアです。この名前が大好きです。いろいろと連想させます。特にバレンタインだったら女性にサファイアを持ってきたよっていいでしょ。